よく味が染みている。やはりおでんは美味しいですね。特に最近寒くなってきましたから、少し食べただけでも体が温まる気がします。私はおでんをこの店で食べることが多いので、いつの間にかおでんは一人で食べるものと思うようになっていましたが、こうして誰かと一緒に食べるおでんはいつもより温かいですね。先生、一杯いかがですか？